アドルフ・フリードリヒ・ホルマーの自画像、アドルフ・フリードリヒ・ホルマーはドイツの画家である。風景画や海洋画を描いた。ハンブルク出身で初期の自然主義画家、クリスティアン・モルゲンシュテルンのような若い芸術家のパトロンをしていた貴族のフォンルモールに紹介された。おそらくは、フォンルモールの援助で、デンマーク王立美術院に入学し、クリストファー・エカスベアに学んだ。 1832年に帰国し、15人の芸術家と、ハンブルク美術協会を設立した。その後、モルゲンシュテルンが活動していたミュンヘンに移るが、モルゲンシュテルンとは距離を置いていたとされる。その後、ボーデンコ、オーストリアやスイスのアルプス、ベネツィア、ルアーブル、オランダを旅した。1839年からハンブルクに住み、牧師の娘と結婚した。 息子には建築家として知られるヨハネス・フォルマーらがいる。1866年に失明し、1875年にハンブルクで没死した。ありがとうございます。